今日はお風呂場の換気扇を掃除します、お風呂場の換気扇こうやって開けるとバネがついてるんでこのバネを外します。よつまんでつまむとこうやって外れますんで、つまんでこうですね、こんなやって見えますか。うわ、ひどいことになってます。これらをですね、ゴシゴシ、うわうわ、懐中電灯で照らすとこんな感じ。トイレよりもマシですね。よし、トイレはこの溝にももうきっちり詰まってた。ここはそうでもない。こんなやって掃除します。結局分解しちゃいました。ここにものすごいホコリが溜まってました。トイレよりもマシだったんですけど、トイレはですね、もうこの向こうが見えないぐらいぐわーっと詰まってて、回ることによって、ね、多分ガタガタガタって揺れてたんでしょうね。やりにくいんで外しちゃいました。これが落ちてたホコリです。見せたくないですね。こちらがそのハウジングというかモードです。こんな感じです。これで綺麗に回ることでしょう。ナショナル換気扇14センチ、品番 FY24CG1、 製造番号863、98年製です。頑張ってくれました。無事綺麗になって、ゴミもなくなりましたので取り付けたいと思います。コネクタはこのように黒白グランドになってます。ここでもホコリがいっぱい、見えないかな、溜まってるんで、ここもホコリを落としました。軽やかに回ってます。掃除終了です。採取したゴミはこんな感じです。これが2玉です。うわー、そりゃ音もするわな。よかったです。